奈良健康ランド公衆浴場とは、公衆一般が利用する入浴施設のこと。大衆浴場、公共浴場とも、法律上、次の定義がされている。さらに、各都道府県の公衆浴場条例で、普通公衆浴場と、その他の公衆浴場に分けられており、普通公衆浴場を一般に、関東では、銭湯、関西では、風呂屋と呼ぶ。がって、 公衆浴場と呼ぶ場合は、下記の施設を包含する。なお、ホテルや旅館にある宿泊客以外でも入浴の可能な温泉風呂の類は、旅館業法で規定されているものである。温泉を用いた施設である日帰り入浴施設は各地に存在するが、近年では温泉施設に似てはいるが、温泉水を用いない大型の公衆浴場も存在する。温泉を用いている施設と、 あえて区分するため。なお、温泉を使用しているかどうかに関わらず、大型の公衆浴場全般を指す場合もある。温泉法による温泉の定義は緩やかであるが、実際には温泉水を利用していない温泉類似施設も少なくない。こうした温浴施設は都市の郊外に1980年代の末頃から多数出現し、駐車場を項目にとり、 飲食コーナーや湯上がりにくつろぐための和室やマッサージ機などを備えたリラクゼーションコーナーが設置されていることも多く長時間施設内で楽しめるようになっているスーパー銭湯や健康ランドなどのように様々な風呂を持ち娯楽性を伴った大規模な入浴施設が大半である施設名称に温泉を関することもあるモヘンジョダロの大浴場紀元前2600年頃の インダス文明の模ンジョダロやハラッパー等の諸都市は大規模な公衆浴場が完備していた。古代インド16大国のマガダ国の首都ラージャガハは温泉が多く、ラージャガハに葬された仏教最初の寺院である竹林少女の近くに温泉がある仏教僧院があった。当時を目的としていた思われる。現在、跡地にはヒンドゥー寺院が建てられるが、温泉は 今も健在である。宗教施設の中や、その周辺に、公衆浴場があることが多い。ヒンドゥー教の多くは1日の始まりに、寺院の公衆浴場などで、時間をかけて、全身を洗い清める。古代ローマの公衆浴場歴史的には、例えば古代ローマのカラカラ浴場などが有名である。また、中東には、ハンマームと呼ばれる公衆浴場が存在する。台湾。 大韓民国、中華人民共和国などに存在する。特に大韓民国では日本統治時代に戦闘文化が根付き、現在でも各地に公衆浴場がある。一般の戦闘を木浴湯と言い,い、サウナがついている戦闘はサウナと呼ぶこともある。韓国でも従来型の戦闘である木浴湯は徐々にその数を減らしつつある一方で、都市部では 様々なサウナを備えたチムジル版が増えている。同じ日本統治を経験した台湾は、韓国ほどは戦闘文化が根付かなかったが、各地にある温泉などを中心に公衆浴場が存在する。サウナに公衆浴場を備えた施設は台湾各地にある。中華人民共和国には、以前から浴池と称する公衆浴場が存在した。 家庭に風呂がない住宅が多いためであるが、シャワーが中心で、浴槽はないところも多い。赤すりが常駐する、公衆浴場も多く、その場合は、浴槽は、日本のように温浴する場所でなく、赤を洗い流す場所であることもある。小都市にはシャワーのみの小規模な公衆浴場が多い。特にイスラム教徒の多い地域では、宗教的な意味から、注ぎ浴室が多数存在する。 ムハンマドが、清潔は信仰の半分と言い、クルアーンで、信仰するものよ。あなた方が礼拝に立つときは、顔と両手を肘まで洗い、頭を撫で両足を知る節まで洗え。とあるため、イスラム教徒は礼拝の前に体を清潔にする、必要があるからである。中国のムスリムはシャワーで全身を洗うことも多い。これらの国では日本でいうところのスーパーントも、 大都市を中心に増加しつつある。ありがとうございます。